あのね、言ってたよ、あれ。愛、恥骨白の方。どっちかさ、愛が溢れてるのは恥骨白の方でしょ、どうやったって。ね、本当は、愛地球博の方に行ってきたんですけども、え、まあ、地球ってもう恥ずかしいに丘と書いた地球あっちの地球ですから、こいつなんかなんか入れてんのか、このグラビアアイドルビキニの中にぐらいの地球をね、あのいっぱい並べてあるっていう、そういうやつに行ったんですけどね。で、全体上空から見るとあの地球の形をしてるっていうやつをね、ただあの僕思うんですけど、あの字面の地球を音で発音した多分世界で一番の僕人だと思います。あれは読むものであって、多分おそらくは音で発音するもんじゃないと思うんですけどね。よくさ思うんだけどさ、あの新聞とかにエロ小説とか載ってるじゃないですか。エロ小説でさ、結構さ題材がこうギャルだったりするんだけど、読んでる人も書いてる人も結構おっさんだからさ、女の人のセリフの中にさ地球がって書いてたりするよね。言わねえだろそれって思うんだけどね、絶対ね。お、また秒殺でラジオ深夜便の方にまた送り込んだがね、リリースだよね。本当リリースが本当前ね、キャッチせずリリースだからね。何をリリースしてるかと、家から持ってきたマスだけどね。まあそのまあさ、その愛知球博行ってきたさ、で、あの名古屋でその野球とかスポーツの番組やらせてもらって、それがこうトリが割と早く終わって、で俺名古屋ずーっとさ、それこそ若い頃二十歳ぐらいの時もレギュラー持つし、名古屋ずーっと行ってんだけどさ、なんか俺名古屋っぽいとこ全然行ったことないのよ。ほんでなんか愛知球博とやってんだけど、時期的に最初逃して行かなかった。一回様子見してたらすげえ混むようになってきて、今マジで1日10万人ペースですごい入ってるらしいんですよ。で、これ夏休み完全入ったら、もっと爆発する上に、終わりってなったら、もっとなるじゃん。で、別に見たいものは何もなかったんだけど、一個だけ、俺みたいな鉄道マニアは JR 東海の超電導リニア館っていうリニアモーターカーについての最新鋭の展示があって、それにすっごい行きたいわけ。そんじょそこらのダ鉄道ファン、もしくは自称鉄道ファンは、そういうの行きもしないで、俺は鉄道が鉄道がぐらいのことを言うんだけれども、まああんな、なんつうのかな、うちにも一人いるんですよ、そういうちょっとしたバージョンが3年古い乗り換え案内みたいなやつがいるんですけども、エキスパートね、もういるんですけど、まああいつにあのパンフレットも叩きつけたら相当びっくりになると思って、別に行く用事もねえのにプライベートで行ったった、行ってやったんですよ。どう行ってやったんですよ。リニアも乗ってやったんですよ。リニモも乗ってやったんですよ。リニモっつうのは期間限定の鉄道、期間限定のいわゆる何て言うのかな、鼻博の中を通ってた、モノレールとかあるじゃん。ああいうみたいのと違って、ちゃんと鉄道として認可を受けてるやつだから、あれを乗ってないで言って、鉄道マニアだというふうには言わせません。逆にリスナーの聞いてる鉄道マニアは別にそれでいいです。けども、こいつだけはもうあれだと思って乗ってやりましたよ。リニモにも。わざわざ、ロケ先がね、リニモよりも全然愛着に近いところだったのに、リニモな、富士ヶ丘って駅よりも全然近いところだったのに、一回富士ヶ丘まで遠回りして乗ってやりましたよ。ロケバスの人が愛着まで送るストーリーにリニモまで行かせてもらいましたよ。したらリニモっていうのがリニア感ゼロでさ、普通に揺れるし。で、リニモの中からもう子供テンション上がっちゃっててさ、で、すごいと思うのがさ、すごく、もう、地元の子はさ、パスを持ってるわけ。年間パス、年間で、期間中ずっと行けるパスみたいなの持ってさ、体中に森蔵つけてさ、なんかこう森蔵のヨーヨーみたいな、ヨーヨーの、シャボシャボシャボってヨーヨーみたいな、ヨーヨーの先に森蔵がついてて、で、その森蔵がこうシャボシャボする中に、中の発光ダイオードがピピカって光る森蔵ヨーヨーみたいやつで、横の多分俺の小学校時代みたいな、ちょっとデブでそういうののノリの悪いやつをそれでバンバン殴りながら、森蔵でそのデブをビシビシ行きながら、その行くためにデブがやめろよって言いながら、高くやめてよって言いながら、その森蔵がピカ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 光りながら、まあ大して快適でもねえリニモに、まあ乗ってさ、で、まあその愛知球博に行ったんだけどさ、あのね、
で、またね。で、愛、名古屋のスタッフ、みんなさ、愛知9枠行ってくださいよ、せっかく来てんだから行ってくださいよ、なんて言ってくれて、いい人多くてさ。でいて、プライベートに行くもかかる付き合ってくれてさ、一緒に、じゃあ俺もこの後ないから行きますよ、なんて、兄さんに一緒に行ってくれてさ。で、行ったんだけどさ。まずね、あのね、つまんないとは言わないの。面白いんだけど、待ち時間とのバランスが合わないんだよね。わかんないんだけど、その、面白いやつほど混んでんじゃん。面白いやつほど混んでて、一番混んでるやつは、もう、平日の午後とか行ってんだよ。もう平日の夕方とか行ってんのにもかかわらず、トヨタのやつ。トヨタのやつは、もうね、80分待ちとかの。延々と。で、俺さ、結構さ、並ぶラーメン屋に入るぐらいだったらさ、その場でさ、別にダウドン食える。その手前でダウドン食えるたちだからさ、その待つのは結構俺ダメだからさ、いろんなとこ入っても、それだ、新幹線のやつなんかさ、もうさ、何行きたいって言われてさ、とにかくリニア間だけ行きたいんです、絶対って言ってもうみんな言ってるわけ。もう元々の目標が俺はその日本の最先端鉄道を見るからっていうことなんで、リニア間だけ絶対行きたい、絶対行きたいって言ってんだけど、リニア間もね、40分待ちぐらいかな。だから、40分待ちで、その 3D 映像みたいので、リニアモーターカーが見られるんだけど、なんつったいのかな、俺さ、高専の渡辺に付き合わされてさ、意味もなくさ、リニアの実験線見に行ったこととかあるからさ、私取材で乗ったこともあるのね。あ、乗ってないんだっけ。乗ったこともあるから、何が？あるよ。俺、ドクターイエローも乗ったことあるもん。あ、ないんだ、改造に。まあ、それで、それが 3D になってもさ、そんなでもないわけ。で、ただすごい音楽に乗せたりとかで、すっごい編集はすっごくしてあるんだけど、電車のプロモーションビデオじゃん。すっごい映像だし、すごい編集も綺麗で、俺が見ても飽きはしないけど盛り上がりもしないぐらいのところまでは来てるから、相当高専の渡辺くんにとってはすごいと思うよ、実際。すげえと思うんだけど、俺は待ったっていうことと、そのメインの題材が、スターウォーズマニアの人が、ジョージ・ルーカス葬式で、その、すごいビデオが出たよって言って、題材になってるのが今 TRF だったらそんな見たくないでしょ。スターウォーズだったら見たいけど。でも俺の株興味のないところの映像だったらそんな来なかったんだけど、一個だけすげえと思ったの、あれ。あれどこかな？東芝かな？日立か東芝。三菱とどっか組んでやってる。あと三井三菱かなんかと組んでやってる。なんとかかんっていうのに、すげえのもね。いわゆるミニシアターみたいな感じ。ミニシアターみたいな映画館なんですけど、その、CG 映画を見せるだけの映画館なんですよ。でいて、こんなすごい CG 映像があるんですよって言うんだけど、そういうの俺たちゲームの映像とかで見慣れてるじゃないですか。だけど、20人ぐらいで入るようになってて、そこ入る入り口のところにプリクラのすげえのみたいのがあるのよ。そこなんか顔突っ込んで、その、写真撮ってくれって言って、で、バッとその辺の穴の中に顔を突っ込むと、その穴の中にもタランチュラがうじゃうじゃいて顔を全部されてみんな死んじゃうんですけど、まあ、こう言っとけば困らないじゃないですか。死んじゃうからっていう理由で、ね、まあそれは嘘でここだけの話なんですけど、その中には毒蜘蛛がいないんです。そんな穴っぽこの中には毒蜘蛛は一切いないんです。でいて、周り、まあ俺とそのスタッフとか、あと小林とかいるわけで、マネージャーの小林もなんか、あいつ来なくていいのなんかついてきてるわけで、ついてきてて、ほんで、その、20人が20人、その、プリクラの中にこう顔入れるわけで、おばちゃんとかもなんか、涼しい方へ来るタイプのおばちゃんとかもいるわけでいて、行ったら、その、穴のプリクラの、そのカメラが、一個の機械の中に、20台ぐらい入ってる。ほんで、パッてこうやったんで、カシャーって行くと、それがこう、あらゆる角度からの顔写真を撮って、で、その後、スージャーズの入る前に、この映画のストーリーみたいなやつを、ちょっと、三井東芝館だって、三井東芝館、ストーリーみたいな説明しますよ、つって、ダイジェストで、なんかこう、ストーリーがあるわけ。なんかこう、まあ、風天と呼ばれ、ね、日本中どこに行ったかわからない、音沙汰のない、ね、男虎次郎ね、それからあと、団子屋の手伝いをする妹の桜、右手にサイコガンを隠し持ちね、これでいて、最終的に宇宙三悪人が脱獄したって話を聞いて、うんぬんかんぬんでおいちゃんみたいな話があるわけ。あって、それで、しかしそこは地球だったみたいなのがあるわけ。なんていうやつがあるわけ。ね、で、その、隠して、後を追って、
って死んだのだったろみおはみたいなのがある、あってそういうのやって、でさあ入るぞって言うと、その顔の取り込んだデータが全部そのそれからやる20分ぐらいの15分ぐらいの映画の出場者は全員俺らになって、全員のが CG 映画に完璧になってる。でそれも単にあのよくさ顔出し看板ってあんじゃんか、あれ何が好きで置いたのか分かんないけどもこう西郷さんの顔だけ出すとな、俺すげえ西郷さんになってる嬉しいのかそういうやつあんじゃんか、ああいうのじゃなくてちゃんと口も動くし顔の表情も変わる、全データを取り込んでてフル CG になってやってるわけでいて、乗組員の中に誰になるかわからないんだけど、20人いる乗組員がそれぞれ自分になってるっていうやつで、んで、そう結構すっげえなと思って。でね、隊長だけ加山雄三って決まりがある。あの、これ本、加山雄三がそれ以前撮ったやつなんだけども、やっぱさ、あの、加山そこ惜しかったのは、すごいテクノロジーじゃん。その日行って、その目の前で撮って、映画を見てる間に、あれ俺じゃねえのっていう。しかも、声は俺じゃないんだけど、男には男のセリフが当たって、女は女のセリフが当たってとかになってたりするわけ。だけど、せっかく時間があったじゃん。加山雄三だけ普通の加山雄三なのね。俺は思うのよ。そんなんいくらでもできるんだから、上映ごとに髪型を変えたりはできる。例えばだよね、あの取り込んだ時には普通の加山雄三さんの髪型なんだけれども、例えばジョークでねツルツルのやつとかもできると思うなんでガラスの向こうでこうプロデューサーの池田がシーってやってんのか分かんない何か俺おかしなこと言った、だって面白いじゃん。加山雄三さんが本当にやるんだったら何度も何度も取り直さなきゃならないじゃないですか、いろんなあの特殊メイクをして。 CG だったら一瞬にしてスポッて髪の毛を取ったりとかすることも全然できるわけよ。それとかが、あ、変かな、なんか言ってること。俺今未来のテクノロジーがすごい面白いって話をしてるのにも変わらず、それはね、あの、すごいなと思いましたね。でね、他にもさ、あの、ガス、と、あの、名古屋の方で東洋ガスっていうの、あの、邦画あったんじゃん。映画の邦画の邦っていう字出るやつ、あれ、東邦ガスっていうの。多分、あれ、東方ガスだと思うんだけど、やってるような、その、ガスパビリオンみたいのがあって、それで、その、入るとこみんなで、あ、じゃあちょっと、あの、前の方詰めてくださいって、あの、ディズニーランドのさ、あの、入って一旦、みんな集まって説明聞くとこみたいなとこが入って、お姉さんが、注目注目ーって言ってる間に甘い匂いのガスがシューなんもねえけど面白えよみたいな、そういうやつじゃないの。そういうの多分法律でできないから。法律でやらないからそういうのはないんだけど、なんかそこも、舞台なんだけど、それがこう、本当にいる役者さんと、その、画面の中でそれリンクして動く、古田新さんと、津川雅彦さんなんかやってて、と、舞台に火炎放射装置みたいなのがいっぱいついてて、そのなんか、光、炎を使った大魔術ショーみたいな劇なんだけど、それを火をボーボー出しながらやるやつとかが、まあ、面白いんだけど、最終的に企業パビリオンの上に、愛地球博ってついちゃってるから、無茶しないね。ストーリー的にどっか全てのイベントがストーリー的に最終的に説教臭いの。あのだから JR 東海も最終的には高倉健がそのお前わかんないけどリニアモーターカーを何キロ以下にスピード落とした時には爆発すんのみたいなやつやってくれたら、まあ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 、今若者の全員があれの映画ね、新幹線大爆破ねって思ったと思いますけど、そういうのにしてくればより面白いんだけど、そういうエンターテインメント要素はダメなわけ、絶対ダメじゃないですか。そういうやつはできないのはちょっともったいないんですよ。でいてもう2つ回って、まあ一人一つガスのやつ行って、でその東芝のやつ行って、それでそのその新幹線のやつ行って、大体僕の目標は達しちゃったんですけども、ガスのやつとかも火だるまになったら森蔵が駆け込んでくるみたいなやつでみんなびっくりして欲しかったんですけども、そういうのはないんですよね。あの地球を守る地球の、エネルギーで炎っていうのは力であり、その、喜びでありますみたいなオチになってくじゃんか。そういうのになっちゃうんだよね。で、最終的にはそこのところでいっぱい並ぶのにもうだんだん飽き始めちゃったんで、ブータン館。並ぶ時間ゼロ。冷房が効いている。すごいぞ、中入ったら、
ブータンで古来から使われてる蕎麦を打つ道具が置いてあった以上ですね。そこは以上ですね。あとチェコスロバキア館ね。あんまり覚えていない。あとマンモス食わしてくれるっつんで言ったんだけど、もうマンモスはもうみんな食べちゃってないって言われて。それであんま、だすごい思ったのは、お客さんの層が、俺よりも少し上の40代ぐらいの人と子供がすごい多いわけ。あれはおそらくね、あれなリベンジですな。大阪万博に対するリベンジだと思うんですよ。大阪万博に行けないでクラスにバカにされた世代とか、もしくは大阪万博に行ったことがすごい自慢になった世代っていうのが、ちょうど俺の5から10上だと思うんだよね。5から10上の子はクラスで、お前んちは貧乏だから、まあ、今こんなのを聞くと、そのプロデューサーの池田あたりが耳を塞ぐと思うんですけど、お前んち貧乏やから行けへんのやろ、大阪万博って、ね。行ったもん、行ったもん。じゃあ、お前何見たんだよ、月の石見たんだよ。あとは、未来棒。光る棒だよ。行ってねえじゃん、お前みたいな、そういうのの経験に押したりとか、もちろん行って、その花、たかたかだった人がその子供も連れてってるんだと思うんだよね。でそういうことで言うと、だそれで言えば逆に言うと万博感みたいものを逆に無理に俺とかが思うようなものまで上げちゃうとダメなんだろうな。だから万博でしかできないものとかが見たわけだってさ。変な話だけどさ、俺ふと思ったんだけどさ、それで大阪万博の資料を読んでたらさ、 JR 東海のさ、JR のパビリオンってさ、大阪万博の時もリニアモーターカーだ。だから30年間、まあ何も進化してないは言い過ぎかもしれないけど、実は進化 してない計画がずっと計画のままだったりとかするわけやんか。もっとびっくりするようなやつが見たい。万博だから OK みたいな、ちょっとした、あ、フミヤの塔バカにしてくるの忘れた。腹抱えて笑ってくるの忘れた。あーやっちゃった、あれだけは腹抱えて笑おうと思ってたのにしまった。あー俺フミヤの塔と石井達也のレビューは同類のものとしてゲラゲラ笑うつもりだったのに俺。さあもう一回行こう、もう一回行かなきゃこれダメだわ。でもほんとね、そういう意味じゃ俺の思う万博っていうのは想像もつかないようなことが万博でのみ行われてるみたいなことがすごく知りたいわけですよ。だからそういうことで言うたら、でもトヨタはすごいらしいよ。なんかトヨタはすごいらしいんだけど、その東芝がまあかなりいい線来てただけで、あとそんなに来てないんですよ。なんかもう息の手術とかしちゃってくれて全然構わない。あのガスとかもギリのやつ嗅がしてほしい、すっげえやつ。俺が絶対今までプライベートで秘密にしたことをゲラゲラ笑いながらベラベラ喋っちゃうよ、ね。そう、まあまあ万博ってことでみたいな、万博なんだからよしってことでどうですかみたいな、そういうやつを行きたいんだよな。あとわかんないけど、もうリアルなゴーン人形ね、わかんないけど、ゴーン人形がその万博の中こうずっとあれと、お前リストラ、お前リストラっつってどんどんつまみ出しちゃうやつとか、おお本物ゴーンかと思ったよみたいな、ああいうのがあってくれるともっとよかったな。